道港を守り切ったことで妖魔軍の注意は小田原城からそれつつあった。しかし未だ包囲、そこで芝生らは樹春の地に軍を進めた。妖魔軍の拠点を叩き、さらに注意を引きつける。樹春城の間近まで迫った時、彼らは激しい戦いの気配に気づく。そこにはひときわ目を引く謎。あれは誰かが。どうやら苦戦しているよ。今は一人でも多くの仲間が欲しい。揃いと見える出番か。敵も去る者のようだ。急ぎ救援に向かわん。天道寺よ、さっさと対抗棒を仕留めろ。拾ってやった恩を忘れるなよ。この者の力を見極めたいところだが、いささか手が足りぬか。三人がかりで抑え込めないと。ありえねえ。やっ、命ぜられた。お前たちを止めねば。この旦那の他に何も持って何も覚えておらぬ。私はうろう何も欲さ望まぬ。命ぜられるままをなす心は行くとし。あいつ以下の途中で逃げやがった。もしも、キコーラは。俺たちは、四天童子なる鬼を追っている。加勢してくれないか。うん、当てろ。数で押し潰せ。ほら、立ち上がれ。何も考えずに突撃とは。こういうの手段が正真正銘のうつけだな。正則を見ていると弁慶を思い出す。あいつは今どこにいるのか。今こそ敵大将を撃つ好機。ああ、我が軍も続くのだ。ずいぶんあっさりと思うよ。何かある。以上だ。分かっているのだ。諸葛さんからの説明は。いや、けどな、諸葛さんが俺の言うことを聞くかどうか。まだ面倒くせえが抜けていないのね。手伝ってくれんのか。悪いな。
私が城外での援護を引き受けよう。安心して進むがいい。行くべきだったか。罠だよ。俺としたことが半閉じっちまったぜ。かような切削、読めぬはずがない。実に素晴らしい。おお、すごいぞ。これが実力者の輝きなのですね。主天道寺か、あの妖力、存在か、あるいはあの者こそが我らの希望となるか。ひたすらに武の道を進むのみ。太公望殿、あなたがかぐや殿がおっしゃっているいかにも。おお、では妖者討滅の方。いや、残念ながら見つかっていない。貴公らはかぐやに導かれし者たちか。これよりは俺たちは太公望に拾われた身だ。